皆さん、はじめまして。クッキングショーの時間です。本日は、緊急企画として、白米は体に悪いのか、というテーマでお送りいたします。本日のナビゲーターは、黒沢が務めさせていただきます。よろしくお願いします。まず本日この企画になぜ至ったかというと、視聴者の方からいくつか質問があります。何かっていうと、干物さんの動画には米があんまり出てけへん、麦多いですね、こんな質問結構あるんですよ。で、なんでかっていうと、実は私も3年ぐらい前から米をあまり食べない生活をしています。米の代わりに穀物を、押し麦、もち麦、こういったものを食べる習慣を身につけたんですね。で、なんでかっていうと、今日はちょっとそういうお話です。お付き合いください。まずはじめに、なんでこの米をやめたのかっていうとこから話さないと分かりにくいのかなって思うんですけども、実は私3年ほど前にちょっと体を壊しまして、その時に興味を持ったのがマクロビオテックとかロハスとか、そういう食事法だったんですね。だけど、ちょっと僕にはこれらが考え方がしっくりいかず、たどり着いたのが、ナチュラルフードっていう、マクロビオテックの派生みたいなものだったんです。で、そういう勉強をしてるうちにですね、近年話題になった、低糖質ダイエットとかそういうものに行き着きまして、その中に、まあ、白米に限らないんですけども、白いものは体に悪いっていう風潮のようなものがあったんですね。で、これに関しては結構両極端な答えしか出てこないんですよ。要は、低糖質ダイエット、糖質制限は体にいいという意見なのか、糖質制限は体に悪いっていう意見なのか。今の世の中、インターネットの発達で情報は溢れてます。その結果、混乱することってきっと多いと思うんです。それならね、万人に必ずしも共通していいなんていうことは絶対ないはずだもんで、じゃあどうするかっていうと、自分が実践して試してみようっていう答えに行き着いたんですね。結果を述べる前に、先に科学的な根拠として言いますと、糖質制限は本当にいいのか悪いのかよくわからないっていうことなんです。よくわからないっていうのは何でかっていうと、まだ科学的根拠を出すにはサンプル数が少なすぎるということなんですね。一つ分かっているのは、短期間で集中的にやる分にはおそらく良いだろうというところは科学的根拠はあるらしいです。だけど長期的に見たときに、本当にこれが体にいいのかどうかっていうのはまだちょっとよく分からない。
そういうものらしいんですが、なぜ僕が未だに継続してるかというと、これはやっぱり実践してみて自分にフィットしてるなって思ったからなんです。じゃあどんなところが僕にとって良かったのか、ちょっとそんな話もさせていただきます。一つはですね、集中力が上がる。これはめちゃめちゃ実感しました。これはね、多くの方が経験されてるんじゃないかなって思うんですけども、お昼ご飯なんかでやっぱりお弁当って米食べるじゃないですか。もしくは米じゃない時ってパン食べるじゃないですか。まあ、あるいはうどんやそば、ラーメン食べますよね。だけどこの手のご飯食べた後って必ず眠くなりませんか？僕はなるんですよ。そして多くの方がきっと経験したことあると思うんです。だけどね、これがご飯やめてみ、眠くなれへんねん。嘘やん、そんなん腹減ったら仕事できへんやん思うじゃないですか。違うんですよ。違うものでお腹を満たせばいいんです。ここが二つ目のポイントにつながっていくんですけども、そうなんですよ、穀類、炭水化物ってすぐエネルギーになるもんで効率はすごくいいんですよね。だけど血糖値が急上昇する結果、いろんな弊害が生まれるんです。その一つが眠くなるとか、要は眠くなるイコール集中力が上がってこないとかっていうことにつながっていくんですね。じゃあ集中力の上がらないまま何かの作業をした時ってどうでしょう。やはり効率落ちますよね。まずいですね。お腹が空いてたら仕事に集中できへんという理屈は、炭水化物ではなく他の食物に求めた時にいろんなものを数多く食べることになるんです。もうおそらくこれは自動的にって言っていいぐらい、結果的にですね、体が欲するべき栄養バランスっていうのが勝手に取れていきます。もちろんあれですよ、ご飯食べへんからスナック菓子食べるとかポテチ食べるとか、もうこういうのはあかんで。そうじゃなくって、肉、野菜、これらで満たしてみてください。本当に驚くほど効果が出ます。もし嘘やんって思ってる人がいたら、ぜひコメントください。でもそれは一遍実践してみてね。そして先ほどはごめんなさい、なんでか分からへんけどもセリフ全部落ちてたんですよね。ごめんなさい、撮り直しました。本当は最初の収録はここまで喋り口調じゃなかったです。ちょっとあかんやんこれ思って、慌てて収録した結果こんな喋り口調になりました。ほぼ撮り直ししてないライブ状態の音声です。申し訳ありませんでした。本日はナチュラルフードコーディネーターの黒沢がお届けしました。